乗ってる車の走行距離が10万キロを超えて気分的に嫌になったので新しく買おうと思っています。ニシムの車の買い時ってどんな時ですか？僕、車を買い替えたことがないんですけど、で、僕が今の車を買う時に、その車屋さん、ディーラーで、に僕は5年分の保険つけてくれよって言ったんですよ。だから事故った時に直してくれるっていう保険で、で、オイル代とかの交換も含みの値段なんですよね。で、でも5年分にしようかなと思ったら、5年は長いから4年でいいと思うよって言われたんですよ。で、結局まあ僕の買ってる車っていうのがそのハイブリッドで、その電気自動車の部分とガソリンの両方があるやつで、で、そのタイプの自動車って、多分電気自動車って進化が早いので、多分4、5年するともっといいやつが出てくるから、その時買い替えちゃった方がいいから、そう4年ぐらいするとね。だから5年にはしない方がいいよって言ってて、あ、割とこのディーラーいいやつじゃんと思ったんですけど、っていうので一応その保険したんで、なので、まあ4年後には買い替えることになるんじゃないかなと思います。車に、黒のラインのやつですけど、で、オイル交換とかを、まあそこの含みの値段で払ってるんですけど、で、なんかオイル交換自分でやった方が得じゃんと思ったんですけど、逆にめっちゃ得だったんですよね。僕、その車の掃除って一度もしたことないんですよ。で、まあ、埃だらけですごい汚い状態で、オイル変えてくれやって言って渡したら、なんかすごい綺麗にしてくれて、部屋、その車の中の掃除までしてくれたんですよね。で、それがオイル代に含まれてないんですよ。多分正規工場に預けると、正規工場の工場内に汚い車があると、多分車の売れ行きが悪くなるので、汚い車は全部きれいにするっていう、そういうルールになってるっぽいですよね。なので、すごいきれいにしてくれて、確かこれ、お金払ってやったらもうちょっとかかるよね、みたいなのがあったんで、あ、なんかすげえな、便利だなと思ったんで、そういう意味で、そういうディーラーの勧めるやつは、そのまま買っとくと得だなって思いました。はい。すいません、どうでもいい話で。